パイセン、ちょっといいっすか？なんだい、後輩くん。例の兄弟の方で2本目の突撃動画公開したっすね。したね。どうだったんすかね？いや、これ収録時点じゃまだわかんないな。あれ、うまくいってくれないと俺らの突撃動画にもゴーサイン出ないんしょ？それな。それな、じゃないっしょ？でも一応表チャンネルの動画の終了画面だっけ？最後に出てくるおすすめみたいなのにも入れてるんだろう。そりゃあできる手は打っておきたいっすからね。じゃああとは野となれ山となれだね。えらくのんきっすね。いやだってほら、別にあっちでバズらなくてもバンさえされなきゃ成功なわけで。あれ、そうなんすか？まあ僕たちがやったときはバズらないとまずいけどね。そこはまあパイセンがどの店を奢ってくれるかにかかってるっすけど。え、そこ高級店お願いするっすよ。ちょ、てかあの兄弟で2軒やってもバンされてないなら、そろそろ俺らも行っちゃいますか？ちょっと気が早いんじゃない？え、じゃあまだ行かせるんすか？というかこっちとあっちの両方でいろいろなお店をやれば業界も盛り上がるしいいんじゃないかな。とか言いながらガチ SM とか特殊なプレイのお店はあっちにやらせて、俺らは普通に楽しくレポするんすね。おっと小林くん、それ以上はいけないな。グヒヒヒヒ。出た、パイセンの暗黒面。彼らには我々のさらなる発展のために生贄になってもらおうではないか。いやそんなセリフを恥ずかしげもなく言ってのけるなんてさすがっすね。俺には絶対真似できないっす。そうかね。よっ、パイセンの暗黒教、ゲスの極み、令和時代の裸の王様。でもどっちかっつったら裸の大将。よしたまえ、そんな褒めても何も出ないのだよ。いや全く褒めてないんすけど。ということで。いや何がということでなんすか。あっちの兄弟の動画もよろしくです。めっちゃ唐突っすね。